平野翔さんは2018年にキングプリンスとして CD デビューしましたが、その前から芸能活動を続けてきました。中学時代にはボーイサンドメンの全身プロジェクトや弟さんとのダンスユニットショーリキーに参加していました。また、エグザイルの名古屋ライブのバックダンサーも務めたことがあります。平野翔さんは2012年にジャニーズ事務所に入社し、 関西ジャニーズジュニアとして活動を始めました。その後、金刊や MR キングなどのユニットにも参加しました。2014年には、シャークでテレビドラマ初出演初主演を果たしました。平野翔さんは、2018年に映画やドラマでも主演を務めるようになりました。ハニー、ブーラブ、かぐや様は乗らせたい、などの映画や、花のちはれ、 未満警察ミッドナイトランナー、クロサギなどのドラマが有名です。平野翔さんは、2022年11月4日に、死タうた三人偶自由タさんと共に、2023年5月にキングプリンスから脱退し、同月にジャニーズ事務所を退社することを発表しました。その理由は、自分自身が新たな挑戦をしたいという思いからだそうです。 ヒラノ・ショウさんは2023年5月にキングプリンスから脱退し、ジャニーズ事務所を退社することを発表しました。その後、どのような活動をするのかについては明らかにしていませんが、彼が語ったある空白の人生とは何なのでしょうか。ヒラノ・ショウさんは2018年にキングプリンスとして CD デビューした後も、俳優として 多くの作品に出演しました。しかし、2020年から2021年にかけては、新型コロナウイルスの影響でドラマや映画の撮影が中止や延期になりました。その結果、彼は2年間ほど連続ドラマに出演することができませんでした。この期間を空白の2年間と呼んだ平野翔さんは、自分自身が新たな挑戦をしたい。 という思いからグループや事務所を離れる決断をしました。彼は今までやってきたこと以外にも色々なことがあるんじゃないかと思っています。自分自身も成長したいですし、新しい世界を見てみたいです、と語りました。平野翔さんがこれからどんな活動をするのかはわかりませんが、彼のファンは応援しています。空白の2年間、 を乗り越えた彼が見せる新たな姿に期待しています。平野翔さんと永瀬廉さんは、キングプリンスのメンバーであり、仲良し新名、少年としても人気があります。しかし、二人は出会いった当初からずっと仲が良かったわけではありません。実は、一時期不仲だったこともあるんです。平野翔さんと永瀬廉さんが出会いったのは、2012年、当時、 長瀬廉さんは13歳。平野翔さんは15歳でした。長瀬廉さんは2011年4月にジャニーズに入所。平野翔さんはその約1年後の2012年2月にジャニーズに入所しています。年齢こそ平野翔さんの方が2歳上ですが、ジャニーズとしては長瀬廉さんの方が1年先輩だったのです。 当時の二人は関西ジャニーズジュニアとして活動していました。金冠や何は王子などのユニットにも参加しましたが、何金と呼ばれる六人グループで、よく一緒に番組や舞台に出演していました。出会いった頃からお互いに気があって、長瀬連さんは平野翔さんにべったりでしたし、平野翔さんもジャニーズの先輩として声をかけてくれた長瀬。 レンさんに不思議な縁を感じていました。しかし、2015年から2017年頃にかけて、二人の関係はぎくしゃくするようになりました。その理由は、嫉妬だったそうです。長瀬レンさんは、俺は紫明みたいに器用じゃないから、正直羨ましかったし悔しかった、と語っています。 歌もダンスも演技もマルチにこなせる天才平野のさ賛をライバル視していました。一方、平野のさ賛も僕自身も角をライバル視していたんだろうな、と振り返っています。爽やかすぎる現代コナガセレンさんを見て刺激を受けていました。このようにお互いを意識しすぎてしまったことで、二人の間に距離が生まれてしまいました。手をつなぐことすら拒否したい。 口を聞かなくなったりするような不仲エピソードが残っています。この時期を乗り越えるきっかけとなったのは、高橋海人だったそうです。僕が繋ぎ止めなきゃって、という思いで、両方から話を聞き、仲裁役を務めてくれました。高橋海人さんの努力や、周囲のサポートもあり、徐々に元通り中、平野翔さんと高橋海人さんは、キングプリンスのメンバーであり、 仲良しコンビ、紹介、としても人気があります。二人は、本当の兄弟のような関係で、お互いに信頼し合っています。平野翔さんと高橋海人さんが出会ったのは、2013年7月24日。この日は高橋海人さんがジャニーズに入所した日です。平野翔さんはその時、すでにジャニーズに入所しており、関西ジャニーズジュニアとして活動していました。 初めて会った時からすぐに仲良くなった二人。きっかけはゲームだったそうです。平野翔さんがゲームをやっているのを見ていたたかは、司会とさんに一緒にやる。と声をかけたことで意気投合したんだとか。以来、二人は何金と呼ばれる六人グループで、よく一緒に番組や舞台に出演していました。また、 プライベートでもよく遊びに行っていました。平野翔さんは高橋海斗さんのことを弟だと思っており、何かあれば助けてあげたり、ご飯を作ってあげたりする兄気分です。酔っ払いから絡まれた時も、大人が子供に向かってそんなこと言っていいんですか、と言って守ってあげました。一方、高橋海斗さんも平野翔さんのことを兄だと思っており、 尊敬したり甘えたりする弟分です。平野翔さんが出演した CM や広告を見るとテンションが上がったり、お兄ちゃんと呼んだりすることもあります。二人は仲良くなる過程で色々なエピソードを作ってきました。例えば、ダダをこねる高橋海人さんを放って置けずに焼肉に連れて行った平野翔さん。平野翔さんの家族と仲良しな高橋海人さん。 高橋海人さんが欲しいゲームセンターのフィギュアを取ってあげる平野翔平野翔のさんと神宮寺ゆ太さんは、キングプリンスのメンバーであり、仲良しコンビ、ジグヒラとしても人気があります。二人は同い年で、趣味や好みも似ているそうです。平野翔さんと神宮寺ゆ太さんが出会ったのは、ジュニア時代に、 神宮寺ゆ太さんと仲の良かった岩瀬源氏さんを通じて知り合ったことがきっかけだそうです。その後、二人は、いつめ、と呼ばれる六人グループで、よく一緒に活動していました。初めて会った時からすぐに仲良くなった二人。きっかけはバドミントンだったそうです。二人とも中学時代にバドミントン部に所属していて、ジュニア時代にも体育館を借りて、 バドミントンを楽しんだことがあるんだとか。平野翔さんは、1917年1月29日に愛知県で生まれました。小学校6年生の時にジャニーズ事務所に応募し、2012年2月に入所しました。ジュニア時代は、SEX ユゾエや ABCZ などのバックダンサーとして活動していました。2015年には、MR キングブスミルプリンス、 というユニットで CD でデビューし、2018年にはキングプリンスとして正式デビューしました。キングプリンスではセンターポジションを務めています。平野翔さんは歌やダンスだけでなく、演技やモデルなどでも多彩な才能を発揮しています。映画、ハニーやドラマ、花のち晴れなどで主演を務めたり、雑誌、アンアンや m, e, n, s, n, o, n のなどで表紙を飾ったりしています。